リロイ・ポープ・ウォーカーリロイ・ポープ・ウォーカーは、アメリカ合衆国の弁護士、政治家、アメリカ連合国建国初期に、初代アメリカ連合国陸軍長官を務めた。1817年2月7日、ウォーカーは、アラバマ州ハンツビルにおいて、連邦上院議員ジョン・ウィリアムズ・ウォーカーとマチルダ・ポープの息子として誕生した。ウォーカーは、タスカルーサのアラバマ大学で学び、 シャーロッツ・ツビルのバージニア大学で法学を学んだ。ウォーカーは1837年に弁護士として認可を受けた。ウォーカーは弁護士業を数年間に営んだ後、政治の世界に積極的に関与するようになった。1850年7月29日、ウォーカーはアラバマ州アウタウガ郡において裁判官ウィリアム・リクソン・ピケットの娘エリザベス・リクソン・ピケットと結婚した。 ウォーカーは1843年から1844年まで、及び1847年から1851年まで、アラバマ州下院議員を務めた。1847年から1850年までは、下院議長も務めた。1850年、ウォーカーは、アラバマ州第四巡回区の判事に選出された。1853年、ウォーカーは裁判官を辞職し、 1854年まで再び衆会議員を務めた。その後1855年、ウォーカーはアラバマ州ハンツビルに居住地を移し、弁護士業に専念した。1860年、ウォーカーは民主党全国大会にアラバマ州代表として参加し、議長を務めた。当全国大会では、奴隷制をめぐる南北間の対立が問題として取り上げられた。 ウォーカーはアラバマ州における有力な連邦離脱論者の一人としてアラバマ州の連邦離脱を主導した。1861年南部諸州が連邦を離脱してアメリカ連合国を結成するとウォーカーは同年2月25日に初代連合国大統領ジェファーソン・デイビスから初代連合国陸軍長官として任命を受けた。1861年4月11日 デイビス大統領は閣議を開催し、サムター要塞についての扱いについて議論した。翌4月12日、ウォーカーは陸軍長官としてサムター要塞への攻撃を認可した。そして同日午前4時30分、サムター要塞への砲撃が開始され、南北戦争が開戦した。ウォーカーは連合国陸軍の組織及び動員を監督し、 南北戦争初期の戦闘での連合国の勝利に貢献した。1861年9月16日、ウォーカーは連合国陸軍長官を辞任し、連合国陸軍で順将に任命された。ウォーカーはアラバマ州のモービル及びモンゴメリーで守備隊を指揮し、北アラバマ地区での作戦にも関与した。ウォーカーは1862年3月31日に、 連合国陸軍を退いた。ウォーカー1864年4月から南北戦争終戦まで大佐として軍事裁判所判事を務めた。南北戦争終戦後、ウォーカーは弁護士業に復帰した。ウォーカーはいくつかの有名な事件を担当し、1883年には西部の無法者フランク・ジェームズを弁護して無罪判決を勝ち取った。 また、ウォーカーは政治への関与も継続し、1875年のアラバマ州憲法制定会議では議長を務めた。1876年には民主党全国大会にアラバマ州代表として参加した。1884年8月23日、ウォーカーはアラバマ州ハンツビルで死去した。ウォーカーの遺体はハンツビル市内のメープルヒル墓地に埋葬された。 ありがとうございます。